もう極論言うで、もう小学校の間はスポーツって楽しい、これだけでええやん、もうこれだけでよくない？そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。スポーツは健康的で心と体の成長につながり、子どもの教育にとってもいい、そう思っていませんか？アメリカの大学院でスポーツ教育を学んできた俺が今思うこと、それはスポーツは諸刃の剣、良くも悪くもなるということ。そして実際俺はスポーツによってめちゃくちゃになった。一番大事なものを失った。中学1年生になった、バスケットボール部に入りました。大好きやったから。でもな、最初の時はボールなんか触れへん。コートの上にある観客席をぐるんぐるん走る、そして階段を行ったり来たりする、そして空気椅子2分、そんなことの繰り返し。でもよかった、それで。だって大好きやったから、これをやったら上手くなれる、でもっともっとバスケットボールを楽しみたい、そういう気持ちがあったんよ。だから頑張れた。1年経った、上の人たちが引退や、ようやく俺らの時代が来た、こっからたくさん試合に出て活躍するぞ、そう思ってた。でもな、先に言うときます、バスケットボール部を辞めるまで一回も試合には出れませんでした。公式戦で1分も、いや1秒も出てないよ、試合に。いや、選ばれてないんよ、わかりますか？これずっと補欠です、レギュラーじゃないんです。この選ばれてないっていう苦しさ、自分が時間を、エネルギーを、魂を全て注ぎ込んでたそのものに、お前じゃないよ、あんたじゃないよ、お前じゃない、あんたじゃない、そういうことを毎日毎日言われ続けてた。そうなるとどうなるか分かりますか？俺は必要じゃないんやって、別にここにいてもいなくてもどっちでもいいんや、チームの役に立ってないんや、でどんだけ頑張っても努力しても一生懸命やっても結果は出えへんねや、上手くならへんねや、選んでもらわれへんねやって、そんな気持ちで真っ黒真っ黒真っ黒でなったんよ。そう、いっつも得点板です、いっつもボール運び、そう、みんな試合行く時もみんなのボールを持って、そして水を渡す、その役割でした。大ケツ、お前な、いつもパスミスして、お大ケツ、またそこそんなドリブルして、だから試合に出られへんねん、大ケツ、俺らをもっと楽しませろよ、そんな扱いです。もう人間じゃないです、試合に出ている人たちを楽しませるために俺が存在してるみたいな、そんな感じやった。もちろんそれは辛かった、試合に出れないことは辛かったよ。でもね、試合に出れないことよりも試合に出れないことを知られることの方がもっと辛かって、もうバレてたよ、クラスのみんなに、学校のみんなに、あいつ一生懸命練習してるけど一回も試合に出てないみたいなんやってて、あ、岡崎今日も朝練やってる、あいつなんか頑張ってるみたいやけど後輩の方が上手いんやって、全然試合出たことないんやってって、そう、そんな感じだから、部活だけじゃなくてバスケやってる時だけじゃなくて、学校どこにいても俺の居場所はないんよ、安心して息吸える、自分のね、呼吸ができるって、そんな場所がなかったんよ。だからこんなにダサいよ俺、何やっても結果が出えへんし上手くならへん俺、ダサいなって自分自身が嫌いやったよ、自分のこと嫌いやったけれども、それをな、学校の人に知られてしまったし、でもこれを家族にだけは絶対に知られたくないと思ったんよ、こんなダサい俺をな、知られたくないと思ってたから頑張ってるふりしてたし、活躍してるふりしてたしな、上手くなってるってことを家では言ってたんよ、でもそれを家族だけには知られたくないって。でもな、人生ってほんまに上手くできてるで。4つ下の弟がいる、その弟が中学受験することになったんよ、しかも同じ中学に行くってそれだけじゃない、バスケットボールやりたいんやって。これどういうことかわかる？あいつが中学1年生の時、俺は高校1年生、
同じコート半分に分けて、半分が中学半分が高校って、同じコートで練習するっていうことなんや。バレるんよ、試合に出てないことがバレるんよ。補欠団が、補欠団のって、補欠どういうことがバレるんよ。居場所がないっていうことがバレる。みんなに嫌われてるということがバレる。人間扱いされてない、そんなことがバレるんよ。もうそれだけはな、絶対絶対絶対あってはならないってそう思ってたんよ。覚えてる、その時のこと覚えてる。その時腰が痛かったから、俺だけ普通の人たちとは違うメニューをやってた。学校の外を出てランニング、いつも走ってるランニングコース、その中で成田山っていう神社があった。いつもは素通りする、でもなんかその時は分からんけどその神社に入った。そしてお賽銭箱がある、そしてガランガランがある、お金はない。弟は中学受験まで残り2ヶ月どうやって願うか分からん、でも目を閉じた。そして俺は心の中で願った。弟が不合格になりますように。真っ黒やろ、真っ黒な世界よ、真っ黒な世界で真っ黒な言葉が出てきた。なんか分からへん、黒くて。こんなあってはならない、分かるよ。だって中学受験がどれだけ大変なんかやったから分かる。一生懸命頑張ってる、やりたいことを我慢して、遊びたいのに我慢して、勉強頑張ってる2年間、その姿を一番近くで見てきたな。絶対合格する、その気持ちでやってんの知ってるんよ。弟のことも好きやし、いいやつやし、分かってんねん。そんなん分かってんねん、分かってんねんけど、もうどうしようもないねん。もうそれを願うしかないねん、選択肢が。もうこれ、あいつが横でバスケットやってたらバレてしまうやん。それをバレることだけはもうあってはならないことも、生きていかれへんねん。どこで息吸ったらいいねん。そんな感じやったんよ。でもな、さすがにそっからブルブル違うってなって訂正した。どうか弟が合格しますように、でもうちの中学ではないことを願います、訂正したよ。そういうふうなことを願ってる自分がほんまに許せへんかった。そっから1年経った高校2年生の夏、バスケットボールをやめさせてください、決めた、やめること。もう無理やって、これ以上、これ以上ナイフで刺されるのは嫌やし、自分で自分を刺し続けるのはもっと嫌やって、これ以上は耐えられへん。大好きだからこそ、夢中になってやってるからこそ、全てを注いできたからこそ、選ばれないことが苦しいし、必要とされないことが辛い、そして痛いんよ。だからやめたよ、大好きやからこそやめたんよ。ずーっと一生懸命やってたバスケットボール、僕の人生の全てやったものを失って、抜け殻やった。どうしようこっからって。そして高校が終わった。これが俺の青春、スポーツが俺の全てを奪ったってこと。今やからわかる、スポーツをやったらどんな人間でも心と体が成長するって。そんなんは大きな嘘やねん、絶対嘘やねん。そんなんだって俺頑張っても報われへん、頑張っても意味がないよ、ここにいてても必要がないよ、役に立たんのよ、ここにいててもいなくてもいいよ、あいつらを喜ばせるためだけに俺は存在する、そういう風なマインド、心で頭がいっぱい、体も全てがいっぱいになって真っ黒で、ようわからんかったんよ、いてもいなくてもしょうがない、そんな感じやったんよ。そんな感じだ、喋る権利なんかないんよ。やりたいことやりたいって言われへん、言いたいことも言われへんし、誰も聞いてくれへんよ。だってスポーツで結果出してないもん。それでもスポーツをやったら誰でも成長できるって言えますか？そうやね、スポーツっていうのは諸刃の剣やね。環境によって人生を生き抜くための自信をつける人もおるよ。おれば一生忘れることができへん傷をつけられることもあんねん。スポーツは武器にもなるし凶器にもなんねん。
夢中になってやるからこそ、大好きになってやる、そんな体験やからこそ強力やねん。だからその扱いは要注意やねん。そうで、その環境誰が作ってるよ。大人よ。親であったり保護者であったりコーチであったり、そして友人であったりする。でも一番は監督であったりコーチである、その大人のポジションがすごい大事やねん。いろんな大人がおる、いろんなコーチがある、いろんな指導者がおるよ。まあ、勝たなければな、今までやってきたことは水の泡や。試合に出られへんやつなんてね、存在してないのも一緒や。結果が出なければ意味がない。こいつを変えるためには暴力してもええ。いろんなことを考えてる人がいる。でも言えることは、そのスポーツを作ってるその大人の言葉、大人の考えが子供たちの人生を左右するということだから、あなたに伝えたい。スポーツでその子の価値を決めるのはやめよう。うまいとか下手とか、試合に出てるとか出てないとか、何点取ったかでその子の人間としての価値を決めるのはやめよう。だってそんな試合に勝っても負けてもその子の人生が決まるわけじゃないやん。そこでな、決まるわけじゃない。出てなかったからお前の人生はダメ、そんなことは言われへんと思うねんよ。スポーツなんて本当に狭い狭い世界の本当の一部よ。スポーツを引退した後の世界の方が長くて大きくて広いの。だからスポーツの結果、今目の前に見せているそのパフォーマンスだけでその子の人間としての評価ジャッジするのはやめてほしい。そう思ってんねん。自分自身がな、本当に苦しい思いをして、辛い思いをして、今頭真っ白になって、どんなことを言うかわからんけど、今思ってることを本当に言います。僕はスポーツによって本当ダメになったから、俺と同じような人を二度と作りたくないねん。スポーツが俺をダメにしたって、そういうことを言う人をゼロにしたいねん。だってスポーツってものすごく楽しいやん。ものすごく夢中になれるやん。みんなが繋がって、みんなの人生が豊かになるやん。こんなスポーツっていうものを、その人の人生が台無しにする。そういう経験をさせたくないんよ、スポーツで。そう、だから俺はアメリカでスポーツを学ぼうって決めた。そう、スポーツで学んだこと、スポーツで得たことっていうのをスポーツ以外でも発揮してほしい。その人の人生を豊かにすることに使ってほしい。そういうふうに思って俺は学んできた。そしてこれからそういう場所を作っていきたいと思ってる。スポーツでその人の人生を、その人の生きる力を育む、そういう環境を作っていきたい。だから一緒にやっていきたいと思ってます。その子が、まずはその子がその子でいれる、その子でいれる環境を作ってあげてほしい。たとえ上手くても、たとえ下手でも、たとえ補欠であったとしても、そのチームの中での居場所、チームの中での役割、そのちゃんと安心して息が吸えて息が吐ける、そういう居場所を作ってあげてほしい。そう、試合に勝つことは全てじゃない。試合に勝つことよりも大事なことは山ほどある。やればできるっていう自信をつけさせる。自分は自分のままでいいんだっていう自己肯定感。そしてスポーツは最高に楽しい。そんな体験。もう極論言うで。もう小学校の間はスポーツって楽しい。これだけでええやん。もうこれだけでよくない？そう。勝つことよりも大事なことがあんねん。その子がその子らしくいれる居場所をスポーツを通じて作っていきたい。俺はやるから。ぜひ一緒になって皆さんも。やっていただけたら僕も嬉しいです。はい、ということで、もう頭がもうこんがらがりました。ほんまにいろんな感情、いろんな気持ち、いろんな考えが出てきて、ちょっとパニックになってなったんやけど、今自分が思う本当の気持ちっていうのをお話しさせてもらいました。僕は本当にスポーツが大好きで、スポーツによって、スポーツがあるから学校にも行ってたし、そして友達もたくさんできた。で、その一方で、スポーツによって一番大切な自己肯定感やったり、自信であったり、自分にイエスって言える、そういうことができなくなったんよ。そういうことを失ってしまった。そう。だからこういうね、俺みたいな人を、二度と作りたくない。そう思ってます。だって、僕はね、どんな子供でも、どんな人間でも、絶対花は咲くと思ってんねん。絶対種は持ってると思ってんねん。でもそのね、花が咲くタイミングは人それぞれやねん。
今パッて花咲いて活躍してる人もおる。でもまだもうちょっとまだ土の中にいる人もいると思うね。いろんな人がいる。でもね、咲いてない花に向かってお前早く咲けようとかな、水をたくさんあげたとしてもそれは咲かへんねん。そう、その人のタイミングがあるし、その人が育ちやすい環境っていうのがあると思うね。だからそういうその人の花がパッて咲きやすい環境を作るということが本当に大人である俺の役目やと思ってます。これからもスポーツを通じて一人一人が自分らしく輝ける世界を作っていきたいと思ってますので、ぜひ皆様も一緒によろしくお願いします。はい、ということでこのミスターおかっちのチャンネルでは生きる力が湧いてくる、そんな動画を投稿してます。ちょっとでも元気になったなとか、ちょっとでもためになったなって思う方がいたら、いいねボタンを押してくれたら本当に嬉しいです。そしてチャンネルボタンを押してくれたら本当に本当に嬉しいです。励みになります。ぜひよろしくお願いします。はい、ということでそれでは皆さん、さようなら。スポーツは社会の縮図や。